東京製鉄は国内最大手の電路メーカー今後はこんばんはふくでふえるです今回のテーマは東京製鉄の株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です 1. 企業分析 2. 決算分析 3. 株価予想この順で動画を進めていきます まずは、東京製鉄の企業分析から東京製鉄は国内最大手の電炉メーカーです電炉とは手中や加工工場から回収された鉄スクラップを原料とする鋼材製品のこと鉄スクラップを電気炉で溶かして不純物を取り除いた後精錬を行って素鉱にしそれを圧延して鋼材製品となります 鉄鋼の製法には大きく電炉と鋼炉という2種類があり、日本製鉄などの鋼炉との違いは、鋼炉が鉄鉱石から鉄鋼を作る設備であるのに対し、東京製鉄の電炉は鉄のスクラップから鉄鋼材を作る設備のことです。鉄スクラップを原料とするリサイクルに重要な役割を果たしており、設備費や消費エネルギーは、 航路に比べて少ないものの、電気料金値上げなど外的要因でコストが左右されやすいという特徴があります。東京製鉄は電路法の技術パイオニアとして、リサイクル工材の製造・販売を行っており、市中回収された老廃鉄スクラップを主原料に、高級工製品を生産、建物、行梁、高速道路などに使用される、 H 型高生産量は国内トップを誇ります。こちらは昨年12月からの鉄鋼メーカーの株価を比較したもの。丸、ま、で囲まれた部分を見ると最もパフォーマンスが良いのが緑色のグラフで表された国内航路メーカートップの日本製鉄です。その次が青のグラフで表された同じく航路メーカーの JFE 赤の東京製鉄はこの2社と比べると少し劣後しています。その東京製鉄は1月20日に23年第3四半期決算を発表しました。2022年4月から12月期の単独決算は税引き利益が前年同期比40%増の293億円。国内の建設向け需要が堅調で、 鉱材の値上げが浸透したことにより、マージン、リザヤが拡大し、電力コストの上昇分などを補いました。一方で、中国のゼロコロナ政策の影響で、輸出向け販売を一部で手控えたため、23年3月期の単独売上高の見通しは下方修正。鉱材のマージンは高水準を確保しており、税引き利益などの見通しは据え置きました。 国内の鉱材需要は今後も堅調と見込まれ、東京製鉄の奈良取締役によると、製造業による国内回帰の動きなどを背景に、将来に向け現在向けの見積もりが増えてきているそうです。電炉で作る鉱材は、航炉による鉱材と比べ二酸化炭素の排出量が抑えられることから、脱炭素の目的での受注も増えているとのことです。 東京製鉄の売上高は国内が8割近くを占めており中国への販売手控えによる業績の下方修正よりも国内の需要堅調や鉱材のマージン高止まりによる利益据え置きの方を株価は評価している状態です東京製鉄の属する普通鋼電炉業界の大きな特徴は装置産業であることと市況産業であること 業界の中で最新の生産技術を保持し、高い生産性と競争力等を継続的に保ち、成長を続けていくためには、一定の期間を置いて、設備の更新を慎重かつ大胆に実行していく必要があります。市競産業であるため、業績が景気変動に大きく左右されやすい中で、投資を事故の判断で的確なタイミングで行っていくためには、 内部留保は極めて重要と捉えており、キャッシュフローも必ず見ておく必要があります。過去5年、6年と遡ってみると、フリーキャッシュフローはプラスで推移しており、キャッシュフローも良好な状態です。続いて、東京製鉄の決算分析に移ります。現時点での東京製鉄、配当利回りは、 配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか。日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合、東京製鉄の配当利回りは3.16%。こちらは、過去の配当の推移を表したグラフです。23年3月期は40円の配当を予定しており、 利益配分の基本方針としては、一定の株主還元を保つという考え方をとるのではなく、増還元成功は業績に応じて決定することを原則としています。続いて PER、株価収益率です。株価が一株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断。東京製鉄は 4.4倍です。続いて BBR 株価純資産倍率です。株価が1株あたり純資産の何倍になっているかの指標です。今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断。東京製鉄は0.79倍です。続いて売上成長率。 直近5年間で年何福利で売上が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します東京製鉄は17.3%です次に営業利益率です直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何だったか7.2%以上であれば 日本株の平均以上と判断します。東京製鉄の営業利益率は11.73%。この利益率は2016年以来の高水準です。23年3月期も同様に現時点での業績予想の数字なら11.2%の利益率を達成する見込みです次に営業利益の成長率です 直近5年間で年何複利で営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します東京製鉄は24.8%次に生産性です従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか300万円以上であれば日本株の平均以上と判断東京製鉄の生産性は 万円過去10年間の平均では1329万円です最後に ROE 自己資本利益率です企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です10.6%以上を日本株の平均以上と判断 東京製鉄は11.2%です。続いて、東京製鉄のチャート分析に移ります。直近半年間の株価はジグザグしています。青の長期戦が右肩下がりだったのが、ここ1ヶ月ほどで平行になり、下落が止まったかというところ。今後、この青の長期戦である、 1336円を抜けてくるかは注目です少し長いここ1年のチャートで見ると株価は東京製鉄の利益増加の要因にもなるメタルスプレッドと連動していることが分かります昨年22年の前半は左のグラフが示すように1トンあたりの鉄スクラップ価格が下落そうすると 東京製鉄にとっては仕入れ価格が下がり、原価が下がることで利ザ屋が増え、株価の上昇要因になります。では、長期はというと、表示できる最大の期間で見ると、東京製鉄の株価は600円から1500円の間で横ばいが続いています。市況影響やメタルスプレッドなどの影響を受けやすく、外部要因が大きいため、 株価もそれによって変動します。ここまでを一旦まとめると、東京製鉄は直近の株価はジグザグ。株価は東京製鉄の利益増加の要因にもなるメタルスプレッドと連動していることがわかります。長期的には600円から1500円の間で横ばいが続いています。注目された第3四半期決算は無事に通過。 通期の利益予想を据え置いたこと、鋼材のマージンは高水準を確保していることなどは、東京製鉄にとってプラスです。ということで、東京製鉄の株価予想です。ウェルの個人的な株価予想は、1283円から1416円まで上がると予想します。以上です。 高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたしますコメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください最後まで動画をご視聴いただき感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を